はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は太平楽サクチャレプラスのお試しですね、思想をやっていきたいと思います。でまずは野手でやっていきます。でね、デッキの方なんですけども結構悩みましたね。これはで一応こんな感じで組んでみましたけれども、まず特攻キャラについて、特攻キャラは1と2の、2種類なんですけども、特攻キャラ2のね野手が本当少なくて、この中でいくとみやびちゃんしか、いないというところで、ただ太平楽ってあんまりね投手に向いてる高校じゃないと思うんですよ。なので、特攻キャラ2にね、投手をたくさん入れることによって、野手でも投手でも、どっちでもできますよっていうのが狙いなのかなと、勝手に思ってます。であとは、練習ですね。練習の数は4種類入れるのが一番、ボーナスが高くなって、あとは、女の子キャラクターを2人入れると。で女の子キャラクターについてはマネージャーっていう指定はないので、みやびちゃんと、みさちゃんを入れれば、女の子2人っていうのは成立すると思います。とあと太平楽なんでね、やっぱり諸井くんを連れてきたいのと、裏がねどうしようかなと思ったんですけど、今回の、サクチャレは上限解放すると、プラス1ごとに 2% のねボーナスがつくんで、自分は裏がもうプライオンなんで一応ボーナス重視で裏がを入れてきてます。であと一応みやびちゃんもね、守備キャラで、タックで経験点を稼げるので、ダブルタックになった時に経験点も伸ばせるかなというところです。とあとね江戸川くん枠ですね、ここどうしようかなと、モフモフにしようかなともちょっと思ったんですけど、モフモフにするとミサちゃんとのコンボが発生するので、そこで経験点が稼げるんですけど、ただねやっぱりね筋力ですね、筋力ポイントを稼いで試合でちょっとね打てるようになっておかないと、最終的な伸びっていうのもなくなっちゃうと思うので、今回は江戸川くんを連れてきてます。で能見さんは諸井くんとコンボがあるというところと、自身のイベント経験点が高いっていうところと、精神で回復しながら、経験点を稼いでいけるというところで、一応このメンツでやっていきます。練習していきましょう。まずはコツ、みやびちゃんいいね。なのでね今回上限解放してればボーナスがつくっていうのはやっぱりね課金組にとってはね優しいと思います。やっぱりね課金組をね離さないっていうのはね重要だと思います。やっぱり大切なお客様なんで。でその課金組を大事にしつつ、かつ無課金組をね楽しめるようなイベントっていうのがね一番だと思うんですけれども、ただ今回ね報酬がねチケットなんで新キャラではないので、課金組の人たちはねわりかし持ってるよっていうところになっちゃうと、あんまり走る必要もないのかなっていうのはあると思いますけど、俺はね鎌狩りが欲しいですね。鎌狩りのね PSR を1枚持ってるんで、このね鎌狩りくんをね上限解放させたいんですよね。で能見くんもうこういうのはねコツはどんどん掴んでいきたいんですけど、掴んでいくっていうか潰していきたいんですけど、全てをね直取りするのはかなりきついんで、基本は3になったらどんどん潰していきましょう。ミサちゃんとかまだ出てないよね。やっぱりねマネージャーキャラは1人いた方がいいとは思うんですよね。投手になると、ルナちゃんとかサナちゃんが特攻キャラ2じゃないですか。ただね2人デートするっていうのはね太平楽の中では結構厳しいと思うので、これは一番上にして強化と経験点を狙っていきましょう。精神2人か、能見さんもいるしな、どうしようかな、やっとくか。お、これは回復でいこう、おすすめじゃなくて俺はいいや。これ何、みやびちゃんもさ同じ物質なの？そうか、普通はあれだもんね、野球って男性がやるものだから。これは一番上でいいかな。分かれてはないよね、ロッカールームとか。で諸井くん逆境とかは潰しておくか、潰せるかな。潰せるよね、さよならも潰しておこう。潰し忘れが発生するからな。走塁とかはねさすがに直取りしようとするときっついから、
まあ、能見さんもね、本当にイベント経験点がねかなり高いんで、まあ、あとね能見さん俺ね上限解放できてないっていうところがちょっと痛いところではあるんですよね。まあ、上限解放すると、まあ、今回はねボーナスがつくっていうのと、もともとねやる気効果アップが能見さん発生するんで、上限解放するとそこでねまた経験点がちょっと伸びると思うんですよね。だから今回はね本当特攻キャラ2のっていうかさ、ミサちゃんは特攻キャラ2の PSR をね持ってる人はねかなりアドバンテージがあると思います。まあ、これはね見守って評価を上げつつ経験点を稼いでいきましょう。あれ今、あ、そうかそうかそうか、モテモテになったからめっちゃ評価上がるけど、どうなの、全然いないんだけどそもそも能見さんあとなんかあったっけ、潰せそうなのなんてないよね。まあいっか、このまま練習していこう。あとね本当に経験点を伸ばしたいんだったらフレマラはね必須ですよね。まあ、フレンドさんにね PSR プラゴがいるってなるとすげえ楽になると思うんですけど、ミサちゃんまだだけどこれは無理だから2人上げてこう。10月中には評価乗っけたいな。タックが発生してる、うん、悪くはない悪くはないけどコツにするか。江戸川くんはまだ乗ってないからね、いやちょっとコツでいこう。コツをもらいつつ評価を上げつつ満塁男、よし、みやびちゃんここで体力を回復してくれたのはでかいな。今回ね割とね体力回復キャラも多いんですよねこの編成って。まあ、金徳とかはね、まあ、成功すれば成功したで、まあ、それは経験点が増えるんでいいんですけど、諸井くんもね2回目で体力回復してくれるんで、そう考えるとかなりいいな。で何にもない、江戸川くんはまだ、てかミサちゃんいない、どうしようかな。次からねあれが始まるからね監督評価を上げておこう。さてどっちに行きましょうか。これはもうケースバイケースですよね。うわなんか結構微妙な感じだな。反監督派に行けば、まあ、2人引き抜けるのか、能見さんと江戸川くん、まあ、諸井はね永久期間なんで。どれだけね引き抜けるかですよね。さてさてさて、ミサちゃんはミサちゃんであげとかないといけないからな。まあ、ここは諸井でいきましょう。うん、異界性とかもどんどん潰していきましょう。あれこれは何がいいんだ、とりあえずじゃんけんにしとこう。なんとなく選球眼をもらっておこう。他に経験点がいいのあんのかな、これはちょっと調べておかないとね。いつもはね選球眼狙いでやってるんで。諸井いいね、みやびちゃんやっぱりいいよ。これだってさ守備1だよ、守備レベル1でさこんだけ経験点もらえるんだよ、ワンタックで、すごくないみやびちゃんはねほんと強いと思うんだよね。だってアプリでさ出てるさ振袖みやびちゃん、あれ絶対欲しいよね。振袖みやびちゃんさらにさ恐ろしいことになってるからね、タックは。今のところだから本当にガチャでさ狙いに行きたいのは天空中央が実装されたら虹谷ですね。虹谷は本気で狙いに行きたいのと、まあ振袖みやびちゃん1月とかのガチャで来るかどうかは分かんないんですけど、これどっちがいいこれどっちがいいかな。江戸川くんを引き抜いておく、それともタックプラスコツっていうのもねでかいんだよね。ちなみにみやびちゃんは
何があったっけ、久々で忘れたな。万竜とかなんとなく取っておこう。なんとなくというか江戸川くんだから取っておいて、あれなんだっけ、走塁取っておいて、ちょっと待ってね、キャンセルしちゃったから。さよなら意外性、あとなんかもう一個なかったっけ、三つあったよね。さよなら意外性、逆境か、逆境はもう取ったということは経験点をくれる。こっちで行こう。江戸川くんはまたの機会に引き抜けばいいんで。でこれはもうどんどん守備を上げていこう。練習でもなるべく稼げるように。まあここはね最初体力を削ってくるんですけど、それはしょうがないな。っていうかさ、ミサちゃんやばいね、ミサちゃんの評価がやばいね。クリスマス一人になるぞこれは。ハン監督か。うわミサちゃん 38% 絶対無理これはちょっと経験点を稼いでおこう。2人いたんでね、で1人につき20なんで、こういうところもちょっとうまく活用して稼げるところで稼いでいきましょう。ミサちゃんね、もう一回練習が必要かな。もう12月だ、ちょっとやばい。これは体力回復するのかな。あ、いいねー。ミサちゃんだね、これはちょっとミサちゃんだな。よし10上がる、持ってもてー。これでもう乗ったかな、さすがに21も上がるのか合計で。こっちかよー告白じゃないのかよー。成功してくれよー、経験点がだいぶ入るからね。耐えろ、どうだ、耐え切った、ナイスだ。一気にさ評価上がったね評価爆上げだからな。いやこれほんと経験点高いよ。あでメンタル、これはメンタルにしておこう。パワーヒはもう2だからね、掴んでおきますか。2でいいでしょ全然。フルヒッターを取ることになるのか、江戸川くんだから。だとやっぱりね、金徳は成功させたいんで、経験点が全然違うんでね、なるべくパワーも上げていきたいですね。まあ、千丸とかはね必要ないんで、普通に無難に体力を回復させましょう。いやーこれはミサちゃん間に合わないか、次の奇跡が起きない限り。一応評価はね乗ってるっちゃ乗ってるんですけど、これはどっちだ、もろい、濃いもろい、みやびちゃんか。能見さんのイベントだったか。クリスマス間に合わなかったね、まあそれはしょうがない。今回はお試しなんでまあしょうがないですね。いいね、まあメンタルでね引き入れができるのはかなりでかいですよね。ここはね経験点が欲しい、やっぱり。あとはみやびちゃんもね3回目成功してくれるとだいぶ経験点が違うんだけど、いやー初詣も悲しいな。まあ野球が上手くなりたいで、少しでも経験点を抑えておきましょう。中吉、江戸川くん、能見さん、まあ、監督もいるし、ちょっとここは能見さんを引き入れておこう。おーいいねー、めちゃくちゃくれるよな。どん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 守備練を上げて、これで能見さんの金徳が終わりと。いやいいねー、経験点くれるねー本当に。で、もろいくん、
諸井くんなんだっけ、あと走塁、一応プルヒッター潰して、あーちょっと待って、パワーを C にしたいっていうのもあるからね、内野安打を取っておこう。他他他何持ってたっけ、分からん、ちょっと調べるのもあれだからそのまま練習しよう。よーし、これ何がいいかな、存在感を発揮しろ。とりあえずさ目立つプレーをしよう。これにして、これって守備職人だっけ、守備職人とかだったらさ1で潰していいよね。まあみやびちゃんがね最後くれるかもしんないけど、おこれはこれで体力回復いいね。で守備職人は掴んでおくか、まあいいよね掴んじゃって。でパワーが C になったんで、とりあえずは OK で、みやびちゃん、いやいいね、マジ経験点高いわ。まあレベルもね4になったけど、これどっちがいい、いやこっちでいいよね。あー待って待って待って、コツ、いや絶対経験点をくれるかって言われたら裏側はねまたくれない可能性の方が高いんで。っていうかさミサちゃん告白どうなったの、まあ、別にいいんだけどね、もうデートを中止にするわけじゃないんで、最終的に間に合ってくれればいいから。おおいいねいいねいいね、まあ、守備職人掴んじゃったけどね。おおできた、すげえ成功してるな。うおーこれでかい、いやこれはどう回復しつつっていうのがいいよね。回復しつつ、まあ、回復はしないんだけど体力満タンだから。でさらにこれが起きると、でラブパワーと告白は来てないな。これはどうしようか、監督派行ってもいいよね、全然監督派に行こう。でも気分屋とかはね全然ついても全く問題ないんで、まあ、全く問題ないってわけじゃないけどさ監督いるところではさすがに練習できないから、能美さんを引き入れよう。精神ポイントをください能美さん、いぶし銀か。ここで告白が来たね、まあ、初回のねデートは体力回復するんで、本当に何にもやることがない場合はデートをして、で基本的にミサちゃんはね回復キャラじゃないんで、まあ、監督が去った後にデートを中心にやっていけばいいと思うんですよね。まあここでもね結構経験点くれるんでいいね。メンタルか、裏側か、裏側無双も悪くないんだけどな、ただやっぱり回復しつつ経験点が手に入るっていうのはでかいんだよね。技術と精神が異常に余ってんだけど、もう一個上げられるか、弾道上げよう。これはこっちにしよう、監督評価を上げつつ、スカウトさんもいるんでポイントくれ、よし。そうだね、スカウト評価も上げないと太平楽はドラフトにね高い順位で入れないんだよね。ねこれは何がいい、守備も悪くないよねスカウトさんいるし。でこれはもうみんな反監督派だから、オディア、ラブパワー中だしね。これで練習レベルが上がってくれればさらに助かるんで。あれこれどうすんだっけ、これ絶対なんかあったよね。ああ選択肢あるけど、ここでは特に分かれないのか。筋力が欲しい、ねじ伏せよう。ほらいけ、
またメンタルにあれがあるね、棒があるね。ただこれはここでいいでしょう普通に。まあ、金徳もねそこまで気にする必要はないと思うんですよね。とりあえず経験点を優先させて、やる気がだいぶ下がった。これどうなの、この大成功と普通の成功の違いがわからない。これはまあこれでしょう。能見さん何がある。プリヒターとりあえず取っとくか。チャンスメーカーとかって能見さん持ってたっけ。いや分からんな、把握ができない。ちょっとコツが多くて。チャンスメーカー持ってるよね。いぶし銀、ああいぶし銀取ったね。アベレージヒッターとかか。あとアベレージヒッター取ってあんのか。チャンスメーカーといぶし銀ね、いぶし銀これで全部潰した。嘘、本当に。うん、とりあえず精神ポイントはもらったと。これは大だ、しょうがない。大打の場合はね本当に試合に出ないとね、コンピューターに任せると出番はなかったとか言ってくるからね。ここもねレギュラーに選ばれるとね結構稼げるっちゃ稼げるんですよね。これはちょっと大丈夫か。おお、いった、狭くてよかった。外野フライになるかと思った。変化球が444。ちょっと待って、まあホームラン1本打てたんでいいでしょう。これはどうすればいいんだ。ああ上で体力回復ができるっちゃできるけど、どうだろうね。一番下にしとくか。経験点はねちょっとまんべんなくもらっておきたい。監督が5つ守備の青コツがあるんで。うおー、爆弾。どっちに移動した。反監督派か。あれ、能見さんまた反監督派に行ったので、これは何2回目。体力回復できるね、これにしよう。体力回復できればね次のタッグとかにつながる可能性があるんで。このイベント内容でなんで体力回復するの。あ、なんか最後になんかやったんだね。あんまりイベント内容見てないからね。これは裏が無双してもらうか。コツ、ちょっと待って、裏がのコツ。チャンス、ローボールヒッター、帳尻合わせか。チャンスいけそうだよね、チャンスとか。ローボールヒッター、帳尻合わせ。帳尻合わせ。あれ、ローボールヒッターどこにある？ローボールヒッターあれか。筋力が足りないんだ。割と筋力使うからね。よしよしよし。これで終わりかな。まあ、C あればね成功するっていうのは。120入るか、かなりでかいな。みんなハン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 かよ。まあこれでいいかな。
みんな監督派だったらね、結構でかかったんだけどね。あーどうしよう、これ食おう食おう食おう、体力を回復させよう。幸せじゃー。よし、やる気も回復。あーこれはどうする、いろんなところにいるね。いやー回復しつつこれやるとな、確実に次練習できないからね、悩むね。メンタルいこう、ポイントくれ。よし、コツはいらないからね本当に。うわ喧嘩しやがった。なんか江戸川くんとか喧嘩回避してほしいよね。これはまあメンタル D でしょう。いや能見さんのね本当にね、回復しながら練習ができるっていうのはねでかいと思うんですよね。引き抜き7回来たか高速ベースランは絶対取れない。いやそんなことないか、走塁はもう取ってあるもんね。ここもちょっとでも筋力ポイントが欲しいんで真ん中でいきましょう。ちょっと筋力不足になるねやっぱり。これモフモフだったらかなりきつかったな。江戸川くん、いややっぱでも守備だよね、もうレベル5だからね。全おい爆発しやがった。これって経験点下がるんだっけ。足が爆発したんだよってどういう表現だよ。ああ能力が下がるだけだからね、まあ、特に経験点には関係ないんで続行しましょう。全然なんかあれだな、メインキャラクターを引き抜いてる感じがしないね。4月の4週か。まあ、爆弾はねもうしょうがないよね本当に。よかったな、江戸川くんのイベントが終わった後でよかったわ本当に。でここはどうしよう、こっちにするかまた監督派で。でどん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 引き抜いていこう。一般人ばっかりだな。いやー本塁生還か、ポイント欲しかったな。監督はいないからこれはねポイント欲しいね、筋力だから。よし、サインとかさ、これって何、完全にランダムなの、それともさなんかこれ今のサインとかってあるのかな。なんか右腕上げてからさ両手上げたよね、一応合格したけど。ここはやっぱりメンタルしつつだね、精神がまた有り余ってきたな。そしてラブパワーが結構長いんだけど、うんーこれはみやびちゃんやってこう。そして6月、あー休憩しよう。ミサちゃんとか全然デートしてないけどね。のみさんも回収しよう。いやちょっと待って、精神ポイントもうこれカンストしちゃったんじゃん、もしかしたら。どうよこれ、カンストしてるね。もったいないことしたな。とりあえず補給をなんとなく、ってかさすっげえ弱えんだけど、肩7守備9とか。ありえんだろこんなの。まず弾道だな。でミートは A にしておこう、筋力が足りんマジで。でまあこれはメンタルでしょう、裏がだしね。ローボールヒッター取れるかこれ、68取れそうな数字だと思うんだけどな、ローボールヒッター。あいけるね、取ろう。で裏がかいると悪くないね、まあ、敏捷と技術ばっかり上がっていくけどね。
いや、まだここにもいるか。さ、もろいは今こっちにいるんだもんね。これって今何人目ちなみに。いや、ここもいいんだよね。60、70、80、90くらい手に入るよね、だって。いや、これはここでしょう。で、さらに能見さんが経験点をくれるから。いや、みやびちゃんはね、ほんとタッグ強いよ。また来たよ、これ。だこれにウラガがね、加わってくれると、めちゃでかいんだけどね。石村くんだしね。よしよしよし。OK。回復もできる。で、タックが来たときは、まあもちろんタックをやるとして、タックが来てないときには、デートをしていこう。まあデートはね、乾燥させる必要はないんで。ただね、ミサちゃん結構、ポイントをくれるキャラなんで。まあ、タックがなければ絶対デートですね。そっちの方が経験点くれるはずなんで。いやー、パワーねえわ、こいつ。パワーないしさ、これ。ほんと、どうしようもねえキャラだな。足爆弾だった？そうだよね。野手だから足爆弾しかないもんね。選手生命が絶望的になるんだな、爆弾が爆発すると。まあ、それは当たり前なんだけどさ。もう俺は撃つことでしか貢献できない。動かなければ、足を動かさなければなんとかなる。ファーストに転向しろよ、もう。一応サードなんですよね、今回確か。もうこれサードやめた方がいいよ、こいつ。ファーストはファーストでさ、ちょっと悪送球が来た時にさ、足を伸ばしながら取らなきゃいけないからね、足に負担がかかりそうな気はするけど、そういうものだったら大丈夫なのかな。あとね、太平楽はね、わりかし進みが早いんで、そこはね、いいとこだと思います。春英とかね、途中でね、試験失敗するとね、かなりモチベーションが下がるんで。いないね。単品みやびちゃん、まあやりたいけどね、無理だけどね。ミサちゃんで回復していきましょう。で、ミサちゃんはカラデートはないっすよね。で、レアを食いましょう。レアはね、なんかちょっと腹壊しそうな気がするんですよね。タックが来てて、62か、62だったら練習した方がいいよね。次多分、技術ポイントが40いくつしか入んないはずだから。これどうしよっか。精神にしとく？能見さんが回復しつつ、精神にいてくれれば。いや、パワー C 欲しいよ、ちょっと。そろそろ。あ、いけるね、C に。その代わり、臨床が。高速ベースランって。あ、使わない、使わない。これ、高速ベースラン掴んどこう。これでもさ、悲劇の選手だよね。爆発してるけど、バッティング面でなんとか頑張ってるっていう。話題性は抜群だよな。今のダメなの？太平楽、追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で、桑山、第一打席は内野フライに倒れています。よし。足爆弾を爆発させたけど、バッティングでチームを勝利に導くっていう。ホームランを打てば走らなくて済むんですって。足に負担がかからないんです。うおおめちゃくちゃ点取られた最後。怖い怖い、本当に怖いわ。1月の4週、能見さん来てくれ。来ない。浦賀もまあ悪くない。どうしようかな。デートをして、
甲子園3回は練習無理だね。どっかしらで寝ないとダメか。能見さんが来てくれればな、万事 OK なんだけど、ここら辺で能見さんが働いてくんない。ここはもう寝よう、寝て2回練習しよう。サクッといきましょう、サクッと。いやーもう総力上げる13とか、どんだけ足遅いんだよ。その割に高速ベースラン持ってるからねマジ何なんだ、謎仕様だよな。一応金徳を抑えていこう守備も下手くそなのに一番やりとか無理だ。まあ、足が遅くてもね、ベース周りがうまいっていうのはまた多分別の話になるからね。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、なるべく走らず足に負担をかけない。もうそうやって生きていくしかないんで俺は。いやーちょっとなんか危ない展開だな本当に。攻撃に入ります。先頭バッターは桑山。早かったか。スタンドに入りました。第2球投げた。よし、オッケー。ただ今回この編成って試合経験点アップはいないのかな。いやーホームラン2本だけだとこんなもんか。うわ何にもない、ここに来て何にもない。どうする、守備練習。やっぱレベル高いだけあって経験点はもらえるよね。ここはねみやびちゃんとかがいるからね。ちょっと筋力少しでも上げとくか。掛けの森、葵ちゃんもね野球マン1号ねほんと欲しいんすよね。一応上げるか、敏将。リハビリをして敏将が E まで戻ったみたいな。野球マン1号はね本当にオリ編じゃないっていうところがいいんですよね。オリ編はね割とね被るんですよね、やっぱり入れようとすると。タイヘイラ攻撃に入ります。トップバッターは桑山。掛けの森、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。あー通信か、ファール、危ない。第3球を投げた。見送ってストライク。やばいな。バッター追い込まれました。投球これから4球目。これは入ってくる？入ってこないか。もうカウンター2ボール2ストライク。さあ投球は5球目。投げました。これはちょっと打たざるを得ない。ファール。第6球を投げました。打ちました。スライダーか。取りました。これで太平楽勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で桑山。緊迫した場面が続きます。初球、いやーツーシームがちょっとあれだな。6回の裏1点を追いかけます。太平楽攻撃に入ります。先頭バッターはこれはちょっと無理。今日はライトフライとファーストゴロ。第2球投げました。結構厳しいボールを投げてくるね進藤君は。投球はこれから3球目。外外れきボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール1ストライク。だいぶボールが先行してるけど、フォアボールか。振っとけばよかったかな。変わってるし、シュート回転の池上くん。いやー全然バッティングがしょぼいな。誰がサヨナラ打ったんだ1とか。だいぶ経験って無駄にしたね。ここに来て能見さんのメンタルか。50スカウト3評価上げとく。いやーでもまあみやびちゃんだな。まあこの44がでかいんで。やっぱり野手だとあれだね、天空中央だね。で投手でやるとアーサーのところ、なんだっけ名前忘れちゃった。
いやーパワーだな、やっぱりちょっとなかったのが。まあ昔のねパワープロはね、普通にアキレス腱断裂とかさ、複雑骨折とかさあったからね完全に終わるんだよね。そうすると交通事故がなくなったのはでもでかいよね。あれいつからなくなったんだろう。フラフラでやんすみたいな。これいかないか、パワーが足んねえよな。で矢部くんがさたまに助けてくれる、やんすみたいな。懐かしいね。太平楽大展開で迎える6回です。ここまで2安打桑山天空、ここは引っ張りに警戒します。投げた、ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライクです。カウント3ボール、ボールがめちゃくちゃ先行してね。またほい、まだ投げてるか西谷くん。いやーこれストレートだったか。カジバのバカ力が発動してる。際どいね。おおすげえ際どい、いいところに投げてくる。最初の方のストレートホームランに持ってけなかったのが敗因だね。これはどうなんだろうね、手応え的には。まあ最終的なボーナスとかもね計算しないといけないから。投手はね本当にあんまりやる気出ないんだよね。うん、まあプラゴだからやっぱり経験点はくれるね。まあ本当にね最強に点数が欲しいって言うんだったら PSR のプラゴを粘るしかないけど、まあ、やっぱりある程度ね経験点を叩き出してから最高経験点を狙うっていうのがいいと思うんだけどね。まあ7400か、そんなもんだよね。太平楽だからね、まあ、あんまり上げる必要はないんで、というような感じでとりあえずもう肩守備補給がしょぼすぎるんですけど、まあ7000だから8000かね、最初の目標は。まあ、8000出せるかどうか。で、多分 PSR とかね、持ってる人は9000とかも狙っていけるんでしょうけど、多分俺のデッキだとね、まずは8000超えられるかどうかっていうところだと思います。まあ、一応ね、投手の方でも、1回やってみようと思いますので、野手はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。